吉田さんお疲れ様ですまあ多くの方がねネットビジネスに限らず新しい挑戦をしようとする時にその挑戦がいつ身になるのかって非常に気になるところだと思うんですよ。まあ厳しい方するとやり続けること自体にモチベーションを感じないんだったら続かないよねってことになっちゃいます。まあ、ででももそううはは言っってて、ね、モチベーションがこう最初からあるっていい例は少ないんで どっかから結果が出だしたから面白くなってくるっていうので、まあいい感じになるっていうね。まあそういうのも理解できるんですよ。その時に、どのぐらいやったらどういう成果が出るのかなってことが分かれば、なんか頑張れると思うんですよね。まあ、そのためにもある程度行動してみて検証するってことが必要だと思います。まあ、私も今ね、新しい匿名チャンネルやっていて、あのーけ、検証してるんですけども、動画をね、20本ぐらい上げた時に、えー、トラブルが一つ起きました。それは、 チャンネルの放送制限ですねあのワンツーってくらっちゃったんですよだから1週間更新できないんですよチャンネル登録が10人ですで、それぞれの再生数がとりあえずゼロはないんですよ最高で25なんですよ、再生数がねでも25の再生数とチャンネル登録10を稼いでる間に制限を2つくらってしまうってことはこれはこのチャンネルの方向性を間違えてるよねっていう風に判断できるんですよねだからどんなことでもそうですけども アクセスを取るために犠牲になるものの相関関係で方向性を軌道修正していくってところもあればあの労力に対してリターンが全然少ないよねってことにまあね頭を悩める例もあると思うんですよでもどうですかね最初の頃ってそれこそアクセスって稼げないですよねだからアクセスを稼ぐためにあの手この手ってのがあるわけですけども例えばその一つが対談だったりトレンド系だったりとかあると思うんでそこの学習をすべきかなと思うんですよ。 もちろんアクセスが取れてないうちに商品を売るなんてのはまあ悪手なんでねやらない方がいいと思いますけどもとりあえず提供が足りてないっていうことなのかなと思いますまとめるとアクセスが取れる原因の一つに私はね問題解決をその動画に入れてるかもしくはブログに自己表現に入れてるかっていうところがあると思うんですよだから世の中の人が最も今関心がある例えばガソリン代の高騰が今ねものすごく進んでますよね来月もっと高くなるそうなんですよ そうなった時にガソリン代が立体200円を超えたらやるべきこと7000とかっていう動画があったら結構見られると思うんですよね。こういうふうなことをいろいろ重ねていくことなのかなと思うんですよ。まあいつものパターンですけども。それからもうね、2024年、令和6年の準備を始めてもいいことです。ちょっと一足先に2024年、令和4年のことを、あ、令和6年か。令和6年の準備をしておきませんかみたいな形でやっておくと誰よりも早く アクセスを稼ぐことができるのかな特に来年は何が起きるかというと新円発行でしょ新しいお金が出るわけでしょだから,おたら新しいお金の解説をするとかねそれから来年は他にも何かあったかな2024年問題トラックドライバーを中心とするあの辺を取り扱っていくと結構アクセスは取れると思うんですけどもねあとはそれを最終的に自分がマネタイズしやすいものとどうリンクさせていくかってことなんでそこにはねまたいろんなテクニックが必要だと思いますけども まあ今ねちょっとお話しただけでも結構その道筋は取れるんじゃないかなと思うんですがその辺があればね不安に思うよりもやってないことをたくさんこう気づけるんでそれ自体がまだやってないことがたくさんあるってことがモチベーションになるんじゃないかなと思いますけどもいかがですかねまたお話聞かせてくださいではお疲れ様です